ピナイサーラの滝園系ピナイサーラの滝は沖縄県イリオモテ島にある滝。沖縄では珍しい落差の大きな細い滝であり、落差は沖縄県で最も大きい。イリオモテ島の北岸近くに位置する手島山の北陸にあり、この山から北に流れ下る避内川の中ほどにあり、幅が200メートル以上もある垂直の断崖から流れ落ちる滝である。滝は 細い二条に分かれる。滝の真下には巨大な岩が積み重なる。落差は54メートルで、これは沖縄県第一位である。ピナイサーラの名は、ピナイが、アゴヒゲ、サーラが、下がったものを意味する。これはこの滝の様子が白いヒゲが垂れ下がっているように見えることによるとされる。滝を含む岩壁は落出しているが、周囲は全体に亜熱帯性の森林に覆われる。 船浦湾からこの滝に向かうコースでは、はじめは内湾の干潟、その奥におひるぎと八重山ひるぎを主体とするマングローブが広がり、マングローブ後配置に生育する先島スオの木が観察できる。また、コースからは外れているが、この地域のマングローブには、ニッパい足群落がある。滝のある岸壁は海岸向きにあり、北海岸にある県道215号の船浦橋から、 遠望できる。ただし滝の下までの間には通常の道路はない。何らかの方法で船裏橋で区切られた内湾である、船浦湾とその陸側を広く埋めるマングローブ林を通過する必要がある。干潮時であれば湾内が干潟として広く干出するため徒歩で全工程を通過することも可能である。他方、カヌーや遊覧ボートを含むツアーが設定されており、 満潮寺前後に、湾の奥から比内川川口行きまで、マングローブ内の水路をそれらで移動し、そこから滝の下まで徒歩で向かうこともできる。敬線地から滝の下までは徒歩約15分。さらに断崖を大きく巻いて登り、落ち口まで向かうコースもある。ありがとうございます。